はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうも、ハルポンです。はい、今日は、クリスマスイブってことで、第三国志にね、4回目の、クリスマスのガチャが来たんで、していきたいと思います。はい。で、やっぱクリスマスのガチャはもうね、王位が、一番人気みたいな感じがしますよね。はい。で、今回新しく出た宝珠もいますね。ただ、個人的に欲しいのは、100石はね、結構何でもいいかなと思ってて、普通に武将が足りてないから、別に神楽でもいいし、勸銀幣でもいいかな。秋季とか、孫昌公、彩雲記はちょっとやめてほしいけど、それ以外だといいかなって感じです。はい。多いとか欲しいかな。メインでも持ってないしね。はい。てな感じで回していきたいと思います。じゃあちょっとまずね、名称ガチャ回すか。はい。ここで運使い果たしたらね、もったいないんで。当たんなくてよかったっす。はい、じゃあ、無料1回目からいきまーす。おー、テイ夫人ね。はいはいはい。無料は出ないっすよね。よいしょ。ご、夫人。今んとこ2連チャンでね、夫人ばっか出てますけど。ちょっと夫人はもういらないっす。はい、3回目。あー 夫人ではないんだけどね。創設。名前ついてないだけで。はい、良き。やばいね。4回で、まだなし。5回目。あー、来た。祝勇夫人。あー、いらないな。100石のアカウントはね、祝勇夫人も4枚目なんだよね。メインではね、1回しか当たったことないのに、9シーズンもやってね。祝勇夫人はね、100石でめちゃくちゃ当たるっていうね。やっぱ第三国志ってあれだよな。そのアカウントに同じ部署結構来たりするよね。やったら劉備来る人もいれば、全く来ない人もいるし、結構偏る感じだよね。はい。でも、当たったのは嬉しいです。はい。じゃあ、どんどん行きますか。何回回したっけ？はい。漢皇后。皇后系来ましたね。皇后系。おー、長春か。2枚目。はいはいはい。長春花はね、指導戦法なかなかいいんで、重ねれば使えます。で、持ってるんで、重ねたいと思います。はい。今何回やったんだ？ちょっと待って。お、7回中2回か。いいね。あと3回で、もう1枚来たらもう神。はい。はい。はい、婦人系。婦人の中で一番美人かもしんない。弁婦人。ラスト。あー、原始か、最後は。自分のに、いいと思います。はい。あー、でも多い欲しかったな。やっぱね、クリスマスガチャのメイン武将欲しいよね。てか普通に使ってみたい。うまく使ってる人のね、王位の編成見るとめちゃくちゃ強いんだよね。なんで使いたいっすよね。はい。じゃあ気を取り直して、ちょっとメインの方行きます。そこではね、マジで王位当てたいっす。はい。じゃあ画面切り替えます。はい。メインの方にやってきました。じゃあ早速ね、ちょっと名称の方からパッと回して、
きますか。はい、じゃあ一旦もう一回ね、武将一覧見てみましょう。まあこのメインではね、欲しいのは限られてきます。まあダッキ、銀兵、王位、まあ新武将は両方ちょっと使いづらそうなんで、あんまり嬉しくはないかなって感じ。はい、もうこの今言ったやつらですね、銀兵、ダッキ、王位、あ、古月影ですね、この4体が欲しいかなって感じです。はい、じゃあ欲しいも当たるように念を込めながら、回しますか。無料できたら熱いよ。1回目、あ、原始、さっき最後来たやつ、原始半額、細分期めちゃくちゃ出るやつ、めちゃくちゃ出るし、1回細分期真っ赤になったけど、なんかもう真っ赤を解体して、あの初期化してね、普通に餌として使ってます。でいつの間にか多分自衛になってる、もうあの初期化したり覚醒したりとかに使ったりして、はい、まあまあ餌にしますよ。はい、消去4回目、おー、弁婦人ね、婦人系で一番可愛い弁婦人。あー、帝婦人もうね、視線がちょっとこう見てるかわからんけど、鋭い帝婦人、これで半分いったかな。あ、創設、なんかさっきのループしてねえか。あー、出た、新キャラ、新キャラじゃない、今日の新キャラ陶器。はい、やばい、婦人系、あと2回これ止めないとやばいぞ。いやー、出た、婦人系で一番エロいやつ、女婦人ラストっすね。ちょっともう婦人系しか出てきてないんで、なんか星5で婦人系いないのかな。はい、あ、祝福人いるじゃん、さっき当たったじゃん。はい、いやー、あかんよこれ。いやー、服従やばいな、細分期1枚はあれやな、全然クリスマスじゃねえな、全然サンタクロースの恩恵なかったな。まあ大人なんてないかも。はい、って感じで、サブの方が、サブというか、まあ、105区の方が、祝裕夫人と長春花かの2枚で、メインが、細分期の1枚と、まあかなりしょっぱい内容ですけど、まあ当たっただけでも、よしとします。はい、じゃあ自分がね、全然いいの当たらんかった分、皆さんが当たりますようにって感じで終わろうと思います。はい、じゃあバイバーイ。